こんにちは、すなかです。電波人間、続きやっていきましょう。夏休みイベントはもう最終日かな。これ明石ドロップ200とかあるの？100がマックスじゃないんだ。そして1000ゴールド、お、なんか宝箱も開くんじゃない。ダダダン、ゴールド1000、スタミナチケット、ジュエルのかけら2個、世界ボックス床3。なるほど、オッケー。月間カジノランキングはもうすぐ終了らしい。さて今日は、水ですかね。わ、かっけえ。水もとんでもねえぜ。しっかり属性対策をして挑もうとあるので、ちゃんとこちらもやっていきましょう。海賊と水の神殿で、まずは装備を整えましょう。ここでお守りを買っていく。水のお守り、水耐性プラス3で雷攻撃あり、いいね。4つは買いますか。スタミナ出たらどうしようかな。勇気のやつの証チャレンジするかな。へいへいへい、ほい、出ませんでした。よし、クリアです。よし、それでは達人の氷の試練行ってみましょう。やるぜ、達人水の試練。向こうに渡りたいんだが、追っかけねえのがいてよ。あんたそのイカダで渡って見てきてくれよ。どこだ。あ、もう目の前にいらっしゃる。目の前にいらっしゃるんですね。こっちには宝がある感じ。宝ないじゃん。結構広いんだね、目の前にいるけど。まあ倒したら見に行きますかって言いながら見ちゃってるっていう。あれ、なんこれ。こんなんあったら行っちゃいたくなるって。え、お、やったね、金のメダルだって。何それ。おお、ティリリリン、金のメダルもらいました。ただ倒さないと金メダルはいただけないということで。さあ、それではちゃんとね、装備整えていきましょう。ちなみにこっちのジュエルスーツはまあいいでしょう。でアドバイスもらったんだけど、伝説装備はこのムキムキにやるといいよということで、伝説装備にしちゃうか。じゃあフット装備の伝説、よし。これで確か加速がつくんだよな。で加速で異常耐性もつくから、まあ OK でしょう。ここにするか。対比、水属性、雷神の子って強そう強そう。よし、でこれでちょっと行ってみましょう。雷に君は耐えられるか。かっこいい、キリンみたい。キリンです。あら、かわいい坊やね。何か用かしら。私は水の魔人ホースドラゴンよ。水の力に守られているから、あなたの攻撃は何も効かないわ。それでも戦おうっていうのかしら。はい。生意気な坊やね、お望み通り相手してあげる。何も効かないっていうのがちょっと気になるな。どういうことだ。水の力に守られてるって言ったけど、ここら辺は回復は絶対やってと。誘惑、なるほど、マジか。うわ、急所付き、やめろよマジで。ふむ、攻撃は通るが魅了。あー、初期戻ってくれましたね。ムキムキできなかった。もう反射シールド、何、ミラーシールド、好き。よしよしよし、ちょっと復活で、復活した。まあ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 、 OK でしょう。今んとこそんなに攻撃自体は大したことない。いいぞ。でもさすがHP 高っけね。よし、誘惑、あーよかった、一人だけだ。魅了引き上げで、また反射シールド。ミラーシールドって何なんだろう、あれかな。お、みんなムキムキいいぞ。技のやつをやるとみたいな感じかな。よし、悪くない。正気にはすぐ戻る。よし、こっから勝負ですね。こっからそうでもなかったら
いい感じだぞ。行け誘惑、コータが魅了。水の守り、なんだ。嵐を呼ぶぜ。水浸し、なるほど。おお、さすが全部直す、やってくれました。か、噛みすぎる、月を噛みすぎる、マジで。え、ちょっと待って、あ、守り解けた、びっくりした、今全然当たってなかった。いいぞ、オッケー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 、完璧すぎる。ミラーシールドも消えた。さあ、ムキムキ、加速発動してる、いけ。あ、魅了も一人だったら全然問題ない。水の守りで1回だけなのかな、あれ。おい、やめろ。おお、うわ、毒も浴びるんだ。あ、で今回は突き押してくれない。水の守りは何なんだ。雷攻撃が効かなくなるってこと。え、水の守りが消えたわ。賞金戻った。ここちょっと全部直すして、ムキムキは全開でやっていく。で1が魅了。水ずっと守られてんじゃん。ハイドロボール、よし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 。だいぶでも違うね、他の達人と比べたら。水浸し、みんな全部直す、きた。これでもう完璧。あ、みんなムキムキも効果なくなってる。でもちょっと水の効果でちょっと全然ダメージ当たんないんですけど、なんだこれ、どうやったら治るんでしょうどうやったら治るんでせ、せう。毎回魅惑やってくる。ちょ、ミムズに守られるのやめてくんない、もうそろそろ。もう勝てそうなんだけど、もうすぐで。ハイドロボール1台大丈夫か。うっ、マジか。全部直すからの、コウタくんが水の守り水の守りなんとかしてくんねえかな。さあ、 AP がそろそろちょっと切れる時期になってまいりましたよ。あ、よしよしよし、守り解けた。これこれこれ、守り解けないと、ここは全力でいくか。いやいやいや、一回でもやられたらやばいから、やっぱ頑張れだな。あー、結構魅了された。月夜はこれ直してほしかった。うーわ、最悪また水の守りやん。マジか。ちょいちょいちょい、ちょっと、あー、賞金戻ったちょ、むずいっすねこれ。あとちょっと、でもちょちょちょ、なんでここに来て、多いの。へい、あとちょっと、あとちょっと。え、水の力で回復、はぁふざけんな、あとちょっとだったのに。もう本当にあとちょっとなはず。え、総攻撃、ここは総攻撃。お、回復すんな最後の最後で回復すんな。ちょっと500だったらまだワンチャンある。これは倒せるはず。ちょっと頼むよ、攻撃、ほらほらほら。え、守り解けた、勝った、よしなんだよ最後の粘り。さあ、35ゴールドからの出ませんでした。油断したわ、見かけによらないってことね。パオー、やりました、金のメダル、金のメダルがそのまま取れたわ。うーし、なんでしょう、三つ股の槍。え、めちゃくちゃいいじゃん。三つ股の槍ってさ、あれじゃないの、なんかレア装備で有名な3人同時攻撃じゃないの。めちゃくちゃいいよこれ、雑魚敵とかにちょうどいい。金のメダルは何なんだろう。
首掛けだよね多分。あれ待って、金のメダルってもしかして換金アイテムですか。うん、まあいいや、戻りますか。イエーイ、勝てました。難易度はそんなに難しくなかったですね。手に入れると世界一になった気分で遊ぶ、かけるやつじゃないんだなこれな。大きいのでフォークの代わりにはなりません。イエイ。ちょっとどんぐらい高いのか売らないけど見てみようっと。金のメダル5500円。そんなに高くなかった。金銀パールプレゼントの方が高かった。なんだよ。さあそれでは今日のレアキャッチ見ていきましょうかね。いいのいるかな。早くジュエルゲット来てほしいな。どうですか、足元ガードステルス。毎回やっぱり変わらない感じですね、いつも通りって感じ。ということでじゃあプレゼントの方を見ていきましょう。今日のプレゼントはダークゴブリン、花もぐら、花もぐーらみんな花もぐらくれまくるね。え、アクアマンモス、これいいやつじゃないの。アクアマンモスの証、裏がる花もぐら、花もぐーら。アサリ翼さん、アサリで合ってますか。いざよいサクヤのことをサヤちゃんって呼んじゃいましたね。うん、僕結構すぐにね、そのまま読んじゃうタイプだから。東方のね、アサリ翼さん、花もぐーら、ありがとうございます。ということで受け取っていきましょう。じゃがじゃん。よ、それじゃあちょっと次回から確か勇気が飛ばされてんじゃなかったっけ。ほら、え、水、光、闇、あ、もう残り光、闇か。光、闇、やばもうあと光の試練がダブルで来るんだよな。光と闇あるから、ここの装備ちょっと買っとくか。先に試練が多分光だよね。だお守りとかちょっと買っとこう。2つだけ買っていきおきましょう。光のお守り買ってないね。5個ぐらい買っとこう。ブラインド耐性がもしかしたら結構必要なのかもしれないな。よし、まあとりあえず光のお守りは買えましたと。よし、次が暗闇の洞窟ですね。ここでもちゃんとお守りを買っておきましょう。闇のお守りを5個。よしよし、闇の装備もゲットすることができました。 OK。 さあということで次回はですね、光のエクストラやってみたいと思います。よかったらまた次回も見てください。それでは土岡でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。 Oh yeah.